ここが小田急の新宿駅西口地下改札ね。幸せそうな人が多くて妬ましい。あ、私はゆっくりパルシー。珍しく外に出てリア充の溜まり場江ノ島で妬ましい思いをしようとしたけど、新宿の時点で妬ましい。まあひとまず興味があれば、ゆっくりしていきなさい。江ノ島は本数が少ないから乗車するにはきちんと時刻を見ないとダメね。乗車する車両はエクセのようね。ロマンスカーって人気者よね、妬ましい。運賃もお安いのね、妬ましい。各駅停車だと時間かかるけど。乗車するのはリニューアルされた3万型ね。リニューアルされてて妬ましい。でもロマンスカーの中で唯一ブルーリボン賞を受賞してないのよね。それはそれである意味目立ってて妬ましい。リニューアルされて伝統のオレンジバーミリオンの帯が入ったのよね。なんて妬ましい。アルファって文字がなんとなく妬ましい。江ノ島という文字にリア充を感じる。ひとまず乗車しよう。座席も爽やかな配色になってて妬ましい。肘掛けに隠れているテーブルを引きずり出しましょう。ホームの中ほど特急券券売機におきまして発車ブザーが鳴るまで特急券を発売しています。意外と大きくて妬ましい。ここにも伝統のオレンジバーミリオンが配置されてて妬ましい。やはり小田急には背面テーブルが存在しないわ。だから肘掛けテーブルがある程度大きいわけね。可愛らしい掃除機だけど、あなたのデザインの掃除機は存在しないのかしら？ようやく出発したわね。これからどんなリア充の様子を見せつけられるのかしら。山手線ホームも妬ましい。歴代のロマンスカーの絵がこんなところにあったのね。華々しい様子を見せつけられて妬ましい。本日も特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございます。江ノ島観光博士江ノ島駅です。江ノ島号は停車駅が固定されていたわね。メトロ江ノ島号との違いは新百合ヶ丘と大和に停車して成城学園前を通過することよ。金持ちファミリーが多い成城学園前を通過するのはなんだかスッとするわね。でもやっぱり妬ましい。お待たせいたしました。本日も特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございます。江ノ島3号片瀬江ノ島行きです。到着時刻をご案内いたします。新百合ヶ丘に12時ちょうど、相模大野に12時10分、大和に12時18分、藤沢に12時31分、終点片瀬江ノ島に12時39分の到着予定です。改めまして車内のご案内をいたします。車内は電気、トイレを含めまして全ての場所で禁煙でございます。化粧室、お手洗いは2号車と5号車の2箇所、またソフトドリンクを取り扱う自動販売機を3号車に設置しております。どうぞご利用ください。携帯電話やスマートフォンなど音の出るものにつきましては、音の出ないようマナーモード、サイレントモードへお切り替えの上、通報される際はご面倒様でも電気にてお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。列車内、駅構内ではマスクを着用し、大きな声での会話はお控えください。車内で飲食をする場におきましては、マスクを外す時間をできるだけ短くし、こまめにマスクを着用していただきますようお願いいたします。お席の利用に関しまして、座席を向かい合わせにしたボックス抜きでのご利用は恐れ入りますが、ご遠慮ください。皆様に安心してご利用いただけますよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。担当乗務員、運転士は大野電車区和歌山、車掌は北見車掌区の佐藤です。運転士は途中、相模大野まで、車掌は藤沢までご案内をいたします。次は新百合ヶ丘に停まります。楽しそうな声もちらほらとあってね、魂。ただし座席を向かい合わせている連中はどうしようもないわね。ここは代々木上原ね。千代田線に向かう車両が見えたわね。とってもいい観光日和でね、魂。ただ雨だと撮影がお話にならなくなるわね。地下に潜っていくわね。私にはお似合いだわ、ふふ。そして再び地上へ。東北沢から世田谷代田までの開かずの踏切を解消するための企画館、ね、魂。ここは豪徳寺かしら。最近三毛だか玉だかそんな猫ちゃんが登場したようね。新キャラなんてね、魂のかしら。おはいそな成城学園前もこの通り、メトロ箱根もメトロ江ノ島も停車するからまあいいわよね。泉玉川を過ぎるとほどなくして県境の玉川に到達するわ。川は、というより橋はいいわね。どこかの橋で私と出会うことがあるかもしれないわね。楽しそうなあなたを見たらついね、魂くなりそうね。上り島を過ぎたら福福線区間は終了よ。下りの観光線と急行線が一つになるわ。二つの線路が合わさって一つになる。なんてね、魂は。ここ向こうが丘遊園で隣の登戸からの参戦区間も終わり、あとはずっと伏線ね。話は変わるけど向こうが丘遊園自体はもうないわ。跡地の一部が藤子 F 不二雄ミュージアムとして生まれ変わってるわ。 F 先生といえばあの青田抜きが有名ね。ポケットがないとあれなのに人気者でね、魂。百合ヶ丘駅を通過したからもうすぐ最初の停車駅新百合ヶ丘ね。新百合ヶ丘に何もかも奪われた百合ヶ丘の嫉妬の感情はいかがなものかしらね。そんなことを言ってたら新百合ヶ丘に到着よ。でもここにも嫉妬の種はあるのよね。新百合ヶ丘からは右に見える多摩線が分岐しているけど、多摩センター駅の利用状況は京王相模原線に負けっぱなし。ただ福福線化を完了させて都心への利便性を向上させた小田急の反撃には要注目ね。ここにも止めろ、と嫉妬の声が聞こえる町田駅。もっと私に声を聞かせてちょうだい。相模大野に到着いたします。降りのお客様、忘れ物ないようご注意ください。相模大野駅ね。江ノ島号はここから江ノ島線に入るわ。駅を出るとすぐに今まで走ってきた小田原線と分かれて江ノ島線に入るの。中央林間駅も通過ね。今ほんの少し東急田園都市線の中央林間駅の駅舎が見えたわ。まもなく大和に到着いたします。大和の次は藤沢に止まります。東鉄線は踊り川です。大和に到着いたします。降りのお客様、忘れ物ないようお支度ください。
乗り換えのご案内いたします。各駅停車片瀬江ノ島駅は1番ホームから12時21分発です。2番ホームに到着します。袖口は左側です。座席のリクライニングやテーブルなどは元の位置へお戻しいただき、車内でできたご不要なものはデッキのくず物入れにお捨てください。基本的なことも守れないのがそれなりに多いから、こんなアナウンスが何度も流れるのね。目覚ましいじゃなくて情けない。大和駅に着いたわね。江ノ島線で唯一の高架駅になっているわ。なお相鉄本線は地下ホームよ。小田急を妬ましく思っているのかしら。大和の次は藤沢まで一気に行くわね。通過駅のヒットが心地いい。大和からご乗車のお客様、ご利用くださいましてありがとうございます。江ノ島3号片瀬江ノ島駅です。停車駅は藤沢片瀬江ノ島です。桜ヶ丘駅、高座渋谷駅。地名としての渋谷は東京のよりこちらが先なのよね。ちなみに駅の上を新幹線がまたいでいるわ。なんて妬ましいのかしら。列車は藤沢市に入って最初の駅長後も通過。横浜市へ地下鉄ブルーラインや相鉄泉の線も接続する湘南台も通過。そうにゃんだい。何よ、たまには私が可愛こぶってもいいじゃない。そして睦愛日大前、縁起の良さそうな名前で妬ましい全寮駅も通過。藤沢本町駅を通過するともう藤沢駅はすぐね。藤沢の次は終点片瀬江ノ島です。江ノ島電鉄線の東海道線はお乗り換えです。お待たせいたしました。まもなく藤沢に到着いたします。お降りのお客様、落とし物お忘れ物ないようご注意ください。乗り換えのご案内いたします。各駅停車片瀬江ノ島行きは2番ホームから12時36分発です。東海道線下り普通電車の平塚行き、 JR の4番線から12時46分、その後特別快速の小田原行きは同じく JR 4番線から12時51分です。他車線の乗り換え案内までするなんて妬ましい。川崎品川東京方面に参ります。上野東京ライン宇都宮線直通普通電車の小賀行き、JR の3番線から12時41分発でございます。その東海道本線を見下ろしてるわ。藤沢1番ホームに到着でございます。お出口は右側です。藤沢で降りのお客様、本日もドキュロマンスカー江ノ島3号をご利用くださいましてありがとうございました。重ねてのご利用お待ちいたしております。なおこの列車は次の藤沢から進行方向を変えて発車いたします。運転準備のため少々停車をいたします。次の藤沢の発車は12時34分でございます。また瀬戸島までお越しのお客様、発車までしばらくお待ちください。藤沢駅でスイッチバックするってことよね。どうするかは周りの様子を見てからにしましょう。そして藤沢駅に入線ね。大きい駅で妬ましい。今北線路と別れ列車は片瀬江ノ島方面へ向かうわ。江ノ島号の旅もあと少しね。ご利用くださいましてありがとうございます。次は終点片瀬江ノ島です。最後の通過駅、鵠沼海岸を通過。ジョリーシャポーの最寄り駅、正義の味方が営業しているお店があるなんて、なんて妬ましいわ。まもなく終点。あれ、まもなく
終点片瀬の島です。お出口は左側です。降りの際車内にお忘れ物のないよう座席や棚の上に載せました荷物もう一度確かめください。お手回りにもう一度確かめください。降りの際には足元を気をつけください。本日も特急ロマンスカーご利用くださいましてありがとうございました。改めてのご利用をお待ちしています。終点片瀬の島に到着いたします。自動音声が故障したのかしらね。それとも彼女も近づいてくるリア充の波動に対して妬ましく思ってストライキしたのかしら。終点片瀬の島に到着よ。どんな嫉妬の元が溢れているのかしらね。駅に降りた段階で私の嫉妬心が抑えられなくなっちゃうわね。ああ妬ましい。今回の動画は以上よ。いざ江ノ島に来てみるとやっぱり私には居づらいかもしれないわ。次回は江ノ島を少し散策して耐えきれなくなったら違うルートで帰るわね。それじゃ今回は失礼するわ。よければチャンネル登録もしていただければウプ主も喜ぶわ。え、ツンデレなんかじゃないわよ。ご視聴ありがとうございました。